すいません遅くなりました。おはようございます。おはようございます。いやちょうどいいよ、出張処理頼む。9055体験のパンちゃんさんですね。はい、何の説明ですかそれは。観測者に対する温かい説明や。さすがですね。違う、なんでこいつが急に来たのかっていう疑問を持った観測者に対する素晴らしい配慮だ。違う、まあ、アニメとかもあの2期が始まると1話で説明文が入るから。そうね、あらすじを全部。いや素晴らしい心掛けだ、やはり見やすいね。違う、ありがとうございます。このモブなんでここに急に来たんだっていう。モブって言ってないし、僕に対するあれ何かね。そういうのメインストーリーでは一切登場しないさ、そのパンチ。おい待て言い過ぎや。お前確かにそういうことね。確かになんでこんなやつが急に画面に現れ、画面ってなんだ、視界に現れてきたんだっていうことの配慮をね。確かにこの街に対してね、ありがとう。読者のハテナマークをメキラさん素晴らしいね、配慮が素晴らしい。衛星に対する配慮になってる、完璧だ。共有だけですかね。了解です。共有だけ、そうなんだ。そのやめてくれ、これ以上はちょっと趣旨義務があってな、言えないんだ。すいません、パンちゃん TikTok のパチモンみたいな、なんだ共有から5番目みたいな。何を言ってるんだ、 TikTok のことは俺分からないぞ。あの若者が見てるやつはな、あんなんなちょっと無理だ、陰キャには。若者と陰キャはイコールじゃないぞ。陰キャと若者じゃない人は無理だ。なるほど。いや分からん、俺本当にでも一回見たんだよその TikTok を。はい、マジで面白さが分からなくて。まあでも染まっていくよ。だって何も思んないじゃん。いや TikTok ははっきり言うから、いや自分に染まっていく、あれ優秀だぞかなり。自分が見ているコンテンツに勝手に染まっていく。だから気づいたら面白いコンテンツしか流れてこなくなる。じゃあパンちゃんが今見ていてその面白いなと思うのはどんなものが面白いんだ。気になる。あでも全然もうあの聴いてる曲とかのやつですよ。そういうののなんか縦型動画の告知みたいな。告知なんて見たくないよ別に。 TikTok で曲を調べるんですか。 TikTok で曲を調べるというか、その他のアプリで曲を聴いてるじゃないですか、はいはい、赤いやつとかで。そしたらそのなんかそのデータが抜き取られてるのかわかんないけど。怖い。怖いだろ、もう余計入んねえよ。よくない。冷感すんな。そこで聞いてたやつがそのあなたこれ聞いてたよね、おすすめだよってぶち込んでくるんですよ。違う、別に俺は自分が聞いてる音楽が流れてほしいだけじゃなくて、流れてる内容が面白くあってほしいだけだ。曲はどうでもいい。なるほど。まあでも自分がやっぱそういうのに触れ合ってるってことはやっぱそれが面白いとされてるからそれが流れてくるんですよ。別に TikTok でね、はい、あれかダンス踊ってる人とかが出るの。そうっすね、とかまあなんかライブ映像じゃないですけど。んー、まあちょっとライブ映像に関しては見たくない。見たくない、それは仕方ないんだ。マシロ先生が好きなものはじゃあ何なんだ逆に。俺が好きなもの乗れな直んなくなるから。俺が好きなものはい、俺は見ないからな、YouTube とか。見ないのか。まあでもご飯とかもじゃあ逆にそうじゃない、その。うん、確かに。最近ここのグルメみたいなとか、どこで発売してる、ね、はい、パンケーキとか好きそうだろ。インスタ系ってこと。そうっすね、写真撮るだけの食いもしないくせに。そうやね、でも、まあ、興味のあるものには触れることができるかもしれないですね。あー、情報収集ツールなんだね。そうですね。まあでもそれで言ったらストリートスナップみたいなのもありますよね。そうね、写真撮らせてくださいみたいな。お姉さん今何の曲聴いてますかみたいなのもありますよ。どうでもいいそんな。好きなもの聴いてろ。いやいや、まあまあまあ、それそうなんだけど、そんなのはそれ俺に関係ない、俺に関係ない、それに関係ないものを提示してくれるわけですよ。なるほど、難しいか。じゃあやっぱ若者ツールは難しいよ。そもそも土台なんか1分とかで面白くするのは難しいからな。俺がその見た時はなんかその本当に多分まあちょっとなんて言うんだろうな、まあ、活動をしてない方とかはいも含めてなんか本当になんか身内乗りで遊んで笑うみたいなことをはいはいはいイメージなんだよね。まあでもそれは結構多いかもしれないね。それ身内同士でやってみるのは俺はすごい面白いと思うが、別に友人じゃない人を見ても面白いと感じないんだよ。まあ世にはまあ、まあ、それはそうやな。友人がやってるさめちゃくちゃ面白いなって思うよ俺も。はい、他人がやってても面白いと思わないもん。他人だからな。見てたら他人じゃなくなるんじゃないですか、ファンになるから。確かに。でもそうファンになるまでがさ他人を見てるわけじゃん。まあ苦行やね。苦行やね。苦行見るなよ。それスワイプでスワイプで終わんねんそいつらは。だから見てないよ。なるほど。いつかでもやっぱ見たいものが回ってくるかもしれない。最近僕はあのやだよ苦行だよ、赤ちゃんがなんか赤ちゃんがずっとあの顔をクリームで塗られてるやつとか
流れてきますよ。意外と可愛いの見てるんですね。そうやな、ね、逆ならいいかもな。好きな活動者がいて、その活動者の TikTok を見に行くだったら俺も多分楽しめると思って、うん、確かに、うん、でもその目的もなくなんか TikTok を見るだったら楽しめないかも。まあ癒しやね。犬とかは好きかい、動物系は。まあ好きだけど、別に犬とかって X で回ってくるからな。まあまあまあ、じゃあもう、わざわざ TikTok を見る必要性はない。なるほど、なるほど、難しいな。もう無理だ、 TikTok は無理だ。TikTok は無理だ、もう残念ながら。ヒロさんには刺さらないんだ。刺さらない。いや俺はでもな、その TikTok の面白さを知りたいんだよ、むしろ俺は。まあショートなんてもうできた時から面白くないだろ、そこまで。なんてこと言うんだ。できることならやっぱ活動の幅とかな、そのなんか先入観をなくして俺は楽しみたいから、はいはい、なるほど、なるほど。楽しめる、ここまで俺否定してるが、楽しめる人は楽しめる方が得なんで。まあ確かに俺は損をしてるんだ、どっちかっていうと。まあ一歩先のことをね、できてるわけだからね。まあでもそもそもショートは海外向けやろ。若者はで TikTok も慣れてて流行ってんだろ。そうね、若者じゃないから無理だ。若者じゃないから。そう、でもそうしたらどんどん俺はその若者の流行りからどんどん外れていくわけじゃないか。確かに。それってまあもう衰退を意味してるから。なるほど、なるほどね。だから俺分かってあげてよ、一緒に楽しいって思いたい気持ちはすごい あるんだよ、気持ちは。踊ってみたらどうですか、じゃあマシロさん。確かに、TikTok で。そうね、まあてかそういうのが痛いな。痛いねえ、ねえ。痛いよね。痛いとか言いながら共感を述べるぞ。痛いじゃない、多分見たいだろ。見たいなって。あ、痛いはめちゃくちゃひどいな、普通に。マシロ先生音楽に合わせて踊ってたら痛いなって言いながら痛いな、共感求めてんの。太鼓パスめきやすぎるけど。いやでもなんか1分内のね、はい、なんかそのなんかゲーム実況動画みたいなのもね、はい、ありますから。まあそうね、てかもうなんならだんだん1分じゃなくなってきてるけどね。あ、そう、1分以上もね投稿できるんですよね、はい、全然なんか5分ぐらいあるやつやって、お前いつスクロールされんねんと思ってますよ。しかも横動画も投稿できる。いやもう関係ないやん、もう。でもライブもできるからね、TikTok。そうね、治りました。治りましたね。あ、ありがとうございます。はい、 TikTok と和解しなければいけない。はい、どうぞ。ありがとう、ありがとうございます。まあ、引き続きあの TikTok、はい、のことを分かってあげられる情報があったら俺に教えてくれ。分かりました。まあ、TikTok、 まあなんでしょうね、なんでか分かんないけど再生取れてるみたいなところはありますよね、良さとしては。お前1万もいくんかいとか、お前が5万もいくんかいみたいな。スワイプ式だからじゃないか、別にそれ YouTube ショーツと同じで。そう、あれね、アルゴリズムみたいめちゃ意味が分からないんですよ。一時期やってましたか、うん、私に似た人が頑張ってやってましたけど、はい、わけがわからん。あなたはどうしたらいいんだろうね。もういいんですもん。でもメイキ諦めるのか。やったほうがいい。そんなことはない。いやでも絶対にやったほうがいいぞ。間違いないか、君は。え、君はもしかして TikToker なのか。魂はもしかしてそうなのか。そうなんですか。え、お前に聞いてんの。あ、僕に聞いてるのか。あ、僕はもう全く関係ないぞ。僕は全く検索するとこだった。なんだ、 PR か。 PR はついてないな。まあでもなんだろうな、どうせあげるんだったらどっちにもあげてもいいんじゃないか理論みたいなのは一時期思ってたことあるけどね。その YouTube ショーツにあげるのために縦で作って1分以内にしてるんだったら、どうせだったら TikTok にもとりあえずなんとなくあげとくかみたいな、はいはいはい、そういう思いは一時期ありましたね。でもやってないんだろ。まあ疲れちゃいましたね。そう、意味あるんか分かんなすぎて。疲れちゃいましたね、やめろ。まあ多少は、まあでもそれもなんだろうな。いやでも真白先生もあげたらどうですか、逆に TikTok にも、縦型を。確かにありますよ、救急隊のなんか。だって救急隊も面白いですよ、さ、検索する。もう意味不明なんだろ。絶対見てないだろ。レース系救急隊、俺はレースで完走するのが夢、神崎治って。どこにレース要素あんねん、神崎治に。絶対見てないなみたいな人が結構動画作ってあげるな、そんなもの。訴えるぞ。シンプル訴えるぞ、マジで。ドゥ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 みたいな曲でね。いや、いいと思う。やっぱせっかく上げてるんだったらヒットする回数やっぱ増やした、打った方がいいからね。見てる人だったら別にいい、まだいいけどさ、見てない人が上げるのやめろ本当に。
そんなのがあったんだね。はい、調べてみる。俺はレース系救急隊神崎治虫、レースを完走するのが俺の夢だとか言って、あの治虫先輩レース全くしないの。救急隊これやったね、その情報って実は言ってたのかな過去にいや絶対言ってないと思うけどな。まあ俺が和解できたらやってみるよ。そういう知らない人が使って投稿するってことは再生数が取れるから、まあ本人やった方がいいんですかねってちょっと思いますけどね。あ、和解ができたらな。確かに。いやこれね、でもね、一回もし気になって見てしまうだろ、一個でも、もうそればっか表示されるようなんで、一瞬でこいつは俺が好きになってしまったと勘違いして勘違い系やん。はい、そればっか表示してきて、もう X と一緒だ。はい、2日間ぐらいとんでもないことになるからね。もう来てる。私のこと好きなんだよねって、もう。そう。ゴリ押ししてくるから気をつけた方がいい。あいつら結構強引だから。洗脳や。ちょっとおって思って、なんかね、水着で踊ってるお姉さんとか見て、そればっかね。そうね、お姉さんばっかになるからね。もうなんならお姉さんしか流れてこなくて。それどうやって直すんだ。無理です。無理やね。だから直せなくなる。だから他の動画見まくるしかない。そう、他の動画の時にあの興味ないのに長めにそのスワイプまでの時間を稼ぐことで女の子を表示させなくするっていう荒技み、なんかワザップみたいなことしないで。そうやね、やっぱ苦行やん。そうだね、興味のないものに興味を示してるふりをしなきゃいけなくなる。苦行やまあね、やっぱ自分が好きなものを表示したいんだったらそうするしかないんだよ。いや別に YouTube とか Twitch だったら検索してさ、自分の登録してるとこしか流れてこないじゃん。確かに、まあ、検索するのもありだね。だからそれで言ったら TikTok も同様に、あ、興味を示す、やっぱ自分も努力は必要だよ。何も努力しないで好きなものが流れてくると思うなって話かもしれない。そういうところもある。あ、ちょっと傷直してもらっていいです。それは傷直せよ。スワイプするか。よいしょ。スワイプどうしよう。どうしたんだ、そのスプラトゥーンみたいなバイク。キミトさんばっかになる。そう、もうこっからもう今日お客さんはキミトさんしか来なくなる可能性がある。リバリー。うん、助かったよ、出張修理ありがとう、はい、また何か情報があったら教えてくれ。お手形動画の情報ですか。ああ、いや逆 T の情報。いやもう逆にもう男性モード120個あるから、もうこれで縦型ショートを120本作って、もういいぞ、流行りの音楽に乗せて踊らせて。それを見て何が面白いんだ。いや何が面白いのか分かんないけど、いっぱいハートをされてんねん。そういうやつだから、この街と夢のコラボレーションだ。分かんないよ俺、何が面白いのか。じゃあ今からあの男性も上から全部やってって、はい、それを全部もうあの TikTok であのなんか BGM 乗せて流してきゃいいんだろ。そうです。何が面白いんだよ。もう観測者にやってもらおう。自分は分からんから。そしたらもしかしたらライのおまじのダンス集がもうこの世に腐るほどいっぱい投稿されて、もうストグラって調べた観測者たちはマシロ先生のダンスしか見ることができない TikTok を実現することができるかもしれない。絶対あの大気持ち来るって俺に。ストグラの関連の動画を見たいんですけど、ライドマシロのダンスしか流れてきません。そしたら、こんなもの見たくありません。いやそしたらやっぱここを映してあげる。やっぱ自分が見たくないもののためにはもっと見たくないものを見続けるしかないって。そんなことさしたくないよ。難しいか。悪魔のアプリだ TikTok は。やめた方がいいかもしれない。だな。ありがとうございます。はーい。それでは行ってまいります。